はい、ちょっと、はい、電波大丈夫ですか？いやー、ちょっと今ライブ終わりでオツです。疲れました。はい、お疲れ様。ライブお疲れ様、お疲れ様。いやー、もう全身全霊出し切りましてね。こんばんは、こんばんは。もう骨もね、ちょっとボロボロですよ。骨折したまた骨骨も。折しちゃったね。お疲れさん、また骨折。いや、今日ロキソニン飲んだからまだね。あのちゃんでかくなって、いや、これ、おばちゃんです。あのちゃん。怒られるわ。静止薬あざす。お疲れさん、あのちゃん髪切ったって何か、どっちのこと言っ髪てどこ行ってた？こっちも来たぞ。お疲れ様。ああ、最青ちゃん高。か。あおちゃん、もう、あおちゃん、行きたかった。あおちゃん変わったね。いや、あのちゃんはけど、また、ちょっと後でか分かんないけど、まあ、出すよ。花ちゃん、あとね、のこ坊主にしたんだ。のこ坊主にしたんだって、お前何が。今更かよ、てめえ。俺もう2ヶ月前に坊主にしてんだよ。俺のこと興味ねえだろ、新生かおちゃんのことよ。普段から配信見とけや。ツイッターとか。もうじゃ語彙力足らない。いや、今日はあのちゃんいるの、隣の楽屋にいいる。ますね。隣の楽屋にいるんすけど、ちょっと今日別れ僕らたもライブ終わりなんで、のこには泣いわ。泣いちゃちゃっった。た。ありがとうございます。じゃお茶ばください。もしあのちゃん坊主。いやー、もうちょ、あ、今朝ありだ。初めてライブ行きました。初めて行ったんですね。初めて行った。俺だいぶした。お茶ばっかりだぞ。そう。今日だいぶね、スタッフにもさ、一応ちょっと今日、ね、だいぶはちょっと、ちょっと抑えてくださいって俺、天野さんに言われてたんだけど、そう、めちゃくちゃだいぶした。お茶ばっかりだぞ。なんだ？いや、ちょっとスタッフさんが来た。めちゃくちゃだいぶした。だいぶ大丈夫だったの。いや、多分じゃあ分かると。お茶ばっかりだぞ。あの出ないって何が？あの出ない？いや、あのちゃん出ない、出ない。出ないから。これは釣りです。釣り騙です。されたね。騙されたね。ね。あのちゃん目当てに来たやつ、帰れ帰れ。あのガール。ねえ、騙あのされ、こ棒れに見よ釣りうで見るす。の。釣りで出す。ません。そう、出ないデでカいす。でっだからかさっい。さと消えてください。あのちゃん来ないから、デ消えカてくいだでっさい。かい。消えてください。でっかいでっかい。お茶もあ、帰静ろう。止薬あざやす。か。出ないの。そう、出ないから。消えねえ。て。消えて。お前ふざけんな。うるせえや。死ねえや。だから騙されたな、バーカ。お茶ばっかりあざす。あのちゃん来ない。あのちゃん今疲れてるから。疲れてるから。静止薬あざす。釣られたわ。そんなって何が。別に俺とね、のこちゃん、ものちゃんがいるからいいじゃん。そうだね。のこちゃん、ものちゃそうんでがいするからよ。いいじゃカん、トこちゃんん、ケンばんちゃんみは。たいなもんですよ。のこちゃん、ものちゃんがいるからいいじゃねえかよ。いいじゃねえか。右、あのちゃんじゃないの。なわけねえだろ。右ってどっちだよ。いいね。あのちゃん詐欺って。とか言いながら出そう。いやけど、あのちゃん本当に疲れてるから今日出ない。出ない出ない出ない。今日出ません。お茶ばっかりあります。じゃあ分かります。あのちゃんちょっと疲れてるんで、本当に。まあ、とりあえずね、のこちゃんものちゃんでね、お送りいたしまおす。送りいたします。のこちゃんもで、あのちゃんもいなきゃって。いや、だから、そういうこと。そういう理由もあるんで、お疲れ様。お茶ばっかりおと、茶丸と。ガチで出ないの。出ないから。だから、あのちゃん目当ての人はね、さっさと消えてください。お茶ばっかりあざます。疲れてるなら仕方ないね。そうだよ。みんなお疲れ様。めちゃくちゃイライラ。最高でした。いや、最高だったね。いい精ね、神薬最あざます。高。いや、僕は頑張るよ。もうありがたい。本当にね、ね。いや。痛くないですか？今、アドレナリンめっちゃ出てるから。アドレナリンめっちゃ出てるから骨折痛くないよ。そう。閲覧減ってなくねってのか？いや、閲覧なんかどうでもいいよ。どんどん、えのちゃん、え、もうだから、あのちゃん目当ての、ね、そういうね、あ、マイスラーおザ待ちくださス、そう。い。あのちゃん目当てのやつらは、もうどん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 減っていけ。本当に出ないから。本当に出さないかようら。なら。さようなら。ね。さようなら、また明また明日。日。また明日。お疲れさん、瀬戸に神すぎました。聞いたら僕は、最高だと、二人並び素敵。シータイムラかっこよかった。ファイナルお疲れ、見たかった。あいつもだからね、本当に出ない。シータイム画面越しの最後、暇はちょっとくたばります。さようなら、さようなら、バイバイ。なんで坊主にしたの？いや、悪いことしたから。のもちゃん目お当てちゃだまから、でみす。や。ものちゃん可愛いね。あ、静止夜会ざんす。いや今め日、ます。瀬戸楽しかった。なんだ。死にたい暇です。あ、だべ。
ちょっと俺もすっげえ今汗だくでさ、最近風流行ってるから、コロナとかさ、みんな大丈夫？俺もちょっとこれ着替えよっかな、一回。そう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 、着替えよっかな。すげえ汗だくで、本当に、ちょっとね、うん、僕も本当に明日もね、本当にね、そうそうそう、ゆうちゃんいる、あ、ゆうのすけはもうあいつも帰りました。帰りました。だから、ゆうガールの人もね、消えてください。ゆうガールの人も消えてください。あ、ゆうも出ないんで。はい、シャワー入りないよ。今シャワーあるらしいからね。うん、いやお疲れさんでした。シャワー入りないよ。あ、シャワー入んない。シャワー入んない。いやお疲れさんでしたよ。おおおどうだ。今ちょっとあれツイキャスやってるけど。あ、やってる最中ですか。違う。なんだ。え？なんか。一応。もうちょっと挨拶にしてもらおうと思って。あ、今僕のあれで映ってないんですか。多分もうちょっとみんなが見てると思うんで。いいいいいやでもね結構バテたね。あのくん、はい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 、あのちゃんのあのちゃんの代わり素晴らしいまたゲスト来ました。あのちゃんの方がいいでしょ。あのナタリーのね、そう、あ、どうもお世話になっております。新生カマチョナタリーは本当にね、はいはい、20年来の付き合いで、そうそうですね、まあ、20年前でっていう、ね、結構15年とかやってるんですか。15年、うん、まあまあ、まあ、そうそうそう、メジャーデビューする前からですからね。そうナタリー、ね、あ、そうか、今日ナタリー来てくれてるんですよね。俺それ聞いてました。ああ、そうそうそう、もう今日見なきゃって思って、ありがとうございます。だからなんかあれレポとか上がったりとかするんじゃないかな。するかもしれない、ね、するかもしれないするかもしれないということで皆さんね、そうそうそう、愛しのナタリーですよ、先生かまっちゃう。ナタリーよ、今後ともよろしくお願いします、ね、いや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 、そりゃそう、それはもう俺らだよ。俺らだよ、そんなナタリーしか来ないんだから、インタビューナタリーしか俺らここで来ねえんだから。これから来ますよ、めっちゃいいライブだった今日。いやいや、これ来ない本当に来ないんだから。進撃の巨人のタイアップの時だって来なかったんだから来ないナタリーしかいないんだよ。うん、すみません、何人見てるんですかこれ。え、これこれ640人です。いや別にそんな大したことないです。いやでも本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。またちょっと本当にちょっとアルバムもあのちょっとあの今年出るんで。おお、言っちゃっていいですかこれ。あ、言っちゃっていいですか。アルバムも今年出るんで、ちょっとまたその時インタビューとかいろいろとよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ、もう人生観に秘密はないですからね。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。わざわざありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。いやいや、小野くん顔とブロッコリーみたい。ブロッコリーこんな味をしたら誰も買わないだろう、お前。やおやでお前、この色してたら買わないでしょ。いや、ナタリー頑張ってるよね。そうだね、カリフラワーじゃね、カリフラワーこんな色してないだろう。うん、買うか。マジか。野菜もあれだな、だいぶ安くなったんだな。体がブロッコリーね。なるほどね。いやいや、ひまわり、そうね、ありがとうございます。いやいや、バンドっぽい？バンドだわ。なんだそれ。うん、ひまわりの元気だよ。うん、いや、そう、ひまわりの茎だよ。そう、野菜テーマじゃないわ、うん、カリフラワーじゃなくてブロッコリーじゃなくてひまわりですね。そこで勘違いしないように、うん、いや、そうそう、服が茎ってことです。ファイナルお疲れ様でした。そうね、いや、お疲れ様ですよ、本当に。いやでもね、ちょっと久しぶりに今日はね、結構まあお客さんがやっぱね、ノリがすごい良かったからね、ありがとうございます。本当に結構久しぶり、今まで呼吸できてないからストローを加えてんだよ、あれ。本当に。あれなかったら死んでるから、マジで。マジで死んでるわ。うん。死んだわ。俺ファイナルなんですよ。そう、ファイナルです。いやいや、じゃあちょっとあのちゃん連れてきましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。あのちゃんお疲れさん。改めて。あのちゃんお疲れさん。あのちゃん来ちゃいました。ねえ。来ないって言ってたんだよ。この家は熱くない？え？この家は熱くない？家？この部屋。あ、この部屋。この部屋暑い。なんで？え、このカメラすごい。何？広角レンズ。すげえ。え、広角レンズ使ってないの？なんかインスタライブとかたまにやってない？え、でも広角レンズ使ってない。え、広角レンズあると何になるんですか？え、だから広角レンズ使うとなんかこれがね、使わないバージョン。僕が消える。うん、あ、そしたら広範囲集むか。そう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 。え、でも。え、スタンプギロロ。ギロロ僕も好きで。あのちゃんってあれ、え、めっちゃギロロ。あ、ギロロ、うん、トモ
すごい。キャラの文章のスタンプツイキャス今あんの？うん。好き。うん。え、あのちゃんって最近なんかツイキャスとかインスタライブとかな、なんかたまにやってるようなイメージあるんだけどね、昔から。やってない、うん、やってないんだ。やってないの。まあ忙しいからね。いや、っていうかなんか変な切り抜け方されたりとか、なんか結構難しいなって。なんか、ね、おもなんかそのね、あの、ぜ、なんか前後がちゃんとあるのに、そう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 。なんか配信って結構いろいろ言っちゃうから、僕あんま良くないって止められてるに近いかな。でもなんか確かに変な聞いてそれ電波とかでもなんかあるよね。俺なんかネットニュースあれごちゃんとかでなんか見た、うん、なんかそうあのちゃんがすごいなんかそこだけなんか聞い取られてて、そう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 、なんかそういう悪いような感じでね、悪いのが多いからちょっと止められてる。悪意だよねそれね。あんまシールするなって、まあ、なんかツイートとかも消せって言われる。童貞死ねのやつとかあそういうのあんだ。いやそれも誤解というか、僕は別に童貞好きというか嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないんだけど、ちょっと僕記憶にございませんなんですけど、お酒飲みながらやっちゃってツイキャス。酒飲んじゃダメだよ。お酒ダメだもん。ダメだよ。俺に言われたくないかもしれないけど本当にダメ。だからその童貞はどう酒飲んでや好きなんだけど、コメントがすっごい童貞なんか童貞なんか童貞が好きなのだか忘れて、そういうコメント多くて、うん、切れちゃってそれに対して、あーゲーよみたいな。で童貞が別に好きも嫌いもないんだけど、うん、ガンって言い過ぎて、うん、それがもうそこだけ広まっちゃっただけで、キモコメ、あキモコメって言ったらあれだ、うん、だからちょっと喧嘩腰になっちゃって僕がもうやめました。いやでもまあまあ、いやまあまあやめんのもいいと思うけど、まあそれもあのちゃんの俺は良さだと思う、うん、でもそれもあのおもちゃ